こんばんは、日常演舞です。本日はこちらファミリーマートで買ったちょっと市販のアイスやフルグラビ、そして冷凍たこ焼きを食べていきたいと思います。まだ統一感のない感じになってますけど、とりあえずは待ってくださいね。お待たせしました、こちらたこ焼きから食べていきたいと思います。今の冷凍たこ焼きを食べるの初めてなので楽しみです。では、味も美味しいな。ちょろっとしてし、外側もカリッと美味しいだけど、甘くしてひんやりしてるし、ラビッツのザク食感が美味しいだけど、なんだろうな、なんか足りない。それはちょっと見せてカットは止まらないか。ザクザクしてる、やはり香り大だなのずっとシェイ。うわぁ、これはわかりたぁ。コンベジでの撮影にまだ慣れてないとはいえ、もうちょっとかれんのかねって思う部分をうちらチクだしいて、自分の内側みたいなハトを話し続けるな。これを、ギュッターズの、しっかり、青スター広がって、またこれもヘッドな一件になってるし。ごちそうさまでした。最初に食べた青坂オールトロットたこ焼きは、確かですよね、確かに生地はトロッとしていて、外側のちょっとカリッとした部分も美味しかったのですが、言うほど青さは感じなかったですね。ついてないので中に入ってるってことなんでしょうけど、そこまで青のりの風味が楽しめるわけではないので、ちょっと名前負けしてる印象があります。で、次に食べたこちらのカルビーフルグラビキャラメルナッツ味、キャラメルナッツの甘めなんだけどちょっと苦みのある香ばしさ、味わいがザクザクとした食感でよかったです。いわゆるシリアルと違って手づかみで気軽に食べられるので、ちょっと何か食べたいって時にもいいですね。で、次に食べたこちらのパルムクリームチーズ味、濃厚なチーズの旨味と相性抜群の緻密ソースがとろーっとしたアイスとして楽しめてとても美味しいです。ただちょっと溶けかけてたのでやばいなと思いましたけど、アイスは早く食べましょう。他でもちょっと溶けてた方が美味しかったりすることもあるので難しいですね。最後に食べたこちらのスーパーカップずんだもんじゃないわずんだ味は、なんだろうな、アイスの中に直接ずんだもんじゃなくて、だからずんだだとが練り込まれているので、以前食べたお餅と絡めてをずんだに混ぜた時とはまた違った、アイスから直接広がるずんだの風味がとても甘いだけではない深みコクのある味わいを出していました。なのでちょっと変わり種のアイス食べたいなと思ったらぜひ食べてほしいですね。というわけで今回はそのずんだアイスが、なんか断食しすぎだよ、エステメイジエステルスーパーカップずんだ味が一番新しい味わいが感じられて美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演